皆さんこんにちは、こんばんは、海猫です。はい、今回はですね、ちょっとアニメイトで買ってきたものを紹介をしていきたいなと思うので、紹介していきたいと思います。はい、では早速 BGM かけていきましょう。はい、今回はですね、アニメイトで、昨日発売された、ですね、クリアをラブライブのクリアホルダーとラブライブの縦コスを買ってきたので、そちらを開封していきたいと思います。はい、では早速ですね、では最初にこちらですね、最初はクリアホルダーですね。はい、こちらのラブライブのクリアホルダーを買ってきました。はい、こちらはですね、このデザインは、ここに書いてある通り、スクールアイドルフェスティバルということで、スクフェス、ラブライブのスクフェスっていうゲームのカードから用いられた、デザインがこのクリアホルダーのデザインになっております。はい、では裏もよいしょ、このスクフェスの、カードのデザインがね、あのクリアホルダーに使われております。はい、まあ、こちらですね、自分は海ちゃん推しなので、海ちゃん推しはまあ買ってきたんですけど、9人分本当は欲しかったんですけど、ちょっとお金に余裕がなくて、なのでちょっと9人分は買いませんでしたね。はい、なので、お金に余裕がちょっとできたら、あと8人分全部揃えたいなって思いますね。はい、まあその時まだ売り切れてないといいですけどはい、まあそんな感じです。クリアホールはこんな感じですね。はい、次ですね、ですね、こちらですね、じゃん、こちらです。これが本命かな、本命っていうかそんな感じですね。はい、こちらは、ラブライブのスクールアイドルフェスティバルの縦ポスですね。こちらも、スクフェスのカードから用いられたカードのデザインが、縦ポスポスターになっていますね。はい、こちらはですね、ワンボックス買ってきました。やっぱり1枚1枚買っちゃうと自分の推し面が出るかどうかってすごい不安じゃないですか。なのでワンボックス買った方が安全かなと思ったので買ってきました。はい、こちらのラインナップはこんな感じですね。この6種類とこちらの6種類になっています。はい、今回はですね、スクフェスのカードの、フラワー編と、あとこちらに書いてある通りイベントのやつの3種類と、あとフラワーの箱推しのやつが9種類入っていますね。はい、まあ早速ね、中身をちょっと気になるのでちょっと開封していきたいと思います。はい、よいしょ、ここを開けるとですね、よいしょ、こんな風にちょっと逆さだな、はい、こんな風になっていますね。ではここからね、開けていきたいと思います。はい、まずデザインはこんな風になっていますね。はい、ラインナップもこんな風に、9×9 かな、うん、違うな、6×6 ですね。 6×6 のラインナップが書いてありますね。まあラインナップはこんな感じです。では早速開けていきたいと思います。よいしょ、あ、すいません、ちょっと最初セロハンテープちょっと切っちゃったんですけど、はい、では開けていきたいと思います。まあ記念すべき1本目は、よいしょ、記念すべき1本目はこちらですね。じゃん、お、これはリンちゃんですね。リンちゃんの、フラワーが当たりました。はい、リンちゃんのフラワーですね。でもこれ最初開けた時何色かで分かっちゃいますよね。キャラクターのイメージカラーがあるので、ちょっと最初色を見ただけでちょっと分かっちゃいますね。はい、すいません、このなんかこのやつだけちょっとセロハンテープ買ってありました。よいしょ、よし、では2本目開けていきたいと思います。じゃあ2本目いきますよ、せーの、ドン、お、これはオレンジかな、オレンジかな、これはオレンジですよね、多分オレンジですかね、これは。はい、では開けていきたいと思います。じゃん、ではいきますよ、せーの、ドン。はい、ほのかちゃんですね。ほのかが当たりました。ほのか、お、箱押し出ましたよ皆さん、ほのかの箱押しが出ました。高坂ほのかって書いてありますね。はい、箱押しが出ました。いやー、いいですね、箱押し。すごいキラキラしてますよね、やっぱり。はい、箱押し
もっと出てほしいですね。はい、ちょっと本当に出てほしいです。やっぱ箱推し1枚だけじゃ嫌なんでね。よいしょ。なので他のシリーズも箱推しが出てくれたらいいなと思います。はい、では3本目開けていきたいと思います。せーの、ドン。お、これは青かな、紫かな。青だったら超嬉しいんですけど。では開けていきたいと思います。ドン。では3本目いきたいと思います。おー、来ました、梅ちゃん。頼む頼む、箱推し来い、箱推し来い。せーの、ドン。あ、箱推しとはありませんでしたね。はい、梅ちゃんが出ました。梅ちゃんの縦ボスですね。かわいいですね、やっぱり。はい、うみちゃんの縦ポスが出ました。でもラブライブはみんなかわいいですよね。なんか本当に、あの、本当にみんなかわいくてすごい。最初誰欲しいって言われ、友達に誰欲しいって言われた時すごい迷ったんですよ、本当に。はい、ちょっと困っちゃいますよね、誰欲しいって言われても。はい、では4本目かな、4本目開けていきたいと思います。ではドン。お、これは白、灰色、はい、まあ、っていうのかな、が出ましたね。どっちでしょうかね、イベントかフラワーか。よいしょ。では開けていきたいと思います。ドン。お、お、フラワーの小鳥ちゃんですね。フラワーの箱推しかな。あ、箱推しではありませんでしたね。フラワーの小鳥ちゃんが出ました。はい、よいしょ、よし。はい、それでは5本目かな、5本目いきたいと思います。よしと、お、よしと、はい、開けられました。では5本目開封していきたいと思います。お、赤かな、これは赤かな。よいしょ。では5本目いきたいと思います。ちょっと見えちゃいましたね、さっき。ドン。お、マキちゃんのフラワーですね。箱推しかな、箱推しはありませんね。マキちゃんのフラワーが出ました。はい、なんかマキちゃんのフラワー見るとなんかバレンタインデーみたいな感じですね。なんかそんな茶色とか疲れてて結構可愛かったですね。なんかバレンタインの雰囲気が出てましたよね。はい、よいしょ。それでは6本目かな、6本目開けていきたいと思います。よいしょ。お、これはピンクかな、ピンクかな、これは。よいしょ。では開けていきたいと思います。ドン。お、ニコニーのフラワーですよね。箱押しではありません。はい、ニコニーのフラワーが出ました。ニコニーの衣装可愛いですね、これ。やっぱりピンク似合うな、一番似合うんじゃないかな、やっぱり。はい、では7本目かな、7本目開けていきたいと思います。よいしょ。はい、ではよしと、いきますよ。そう、お、これオレンジですね。イベントかな、イベントが出ましたかな、これ。よいしょ、よいしょ。では開けていきたいと思います。ドン。はい、ほのかちゃんのイベントが出ました。イベントのですね、はい、イベントのが出ました。やっぱいいですね、イベントの。なんかオリジナリティがありますよね。はい、今までのこれボリューム4なんですけど、あ、バージョン4なんですけど、バージョン3でも多分プランターの3人がイベントだったと思いますね。はい、トムスだと思います。はい、はい、で次は2、3、4、5、6、7、次8本目ですね、開けていきたいと思います。せーの、ドン。お、紫かな、紫ですね。よいしょ。それではじゃん、いきますよ。おい、はい、ノンタのフラワーですね。ほほほ、すげえ大人っぽいですね、なんかすごい大人っぽいです。はい、ノンタのフラワーが出ました。よいしょ、よいしょ、ノンタのフラワーですね。はい、じゃあ次9本目かな、9本目開けていきたいと思います。よし、よしと、9本目ですね、開けていきたいと思います。ん、お、緑だからあの子かな緑ですね。よいしょ。あ、ちょっとすみません、見えちゃいましたね。では開けていきたいと思います。お、かよちのフラワーですね。箱押しではありません。かよちのフラワーですね。いいですね、緑とピンクの組み合わせって。すごい華やかな感じで、すごいおしとやかに見えますよね。はい、では次は、ん、
10本目、10本目開けていきたいと思います。記念すべき10本目ですねはい、では10本目開けていきたいと思います。よいしょ、よし、よし、せーの、ドン。お、これは、あ、ちょっと見えてますね、この目。この目だけで誰かわかりますか、皆さん。この目ですね。では開けていきたいと思います。10本目ですね。はい、じゃじゃじゃん。はい、小鳥ちゃんのイベントのやつですね。イベントですね。いやでも小鳥ちゃんが水色のキルトなんか新鮮ですね。はい、やっぱり超新鮮です。次11本目かな。11本目開けていきたいと思います。出てないのはエリチとカヨチのイベントですかね、多分。はい、では11本目開けていきたいと思います。じゃん、お、緑ですね。カヨチのイベントかな。では11本目、よ、はい、では開けていきたいと思います。いよ、お、はい、カヨチンのイベントですね。カヨチンのイベントです。こんな感じになっております。はい、こんな感じです。ではそれでは記念すべき最後の1本、12本目ですね。はい、多分12本目は何も被らずにいけばあの方のやつなんですけどね。はい、よいしょ、じゃあ12本目いきたいと思います。せーの、ドン。お、来ましたよ、この鮮やかな色。鮮やかな色来ましたよ。せーの、12本目は、よいしょ、12本目はこちらですね。じゃん、おークールビューティー。はい、エリチのフラワーですね。発行してはありません。エリチのフラワーが出ました。やっぱりクールでいい、クールビューティーみたいな、爽やかでいいですね、やっぱり。はい、はい、まこちらの縦ボスは、全部で12本揃いましたね。12本全部コンプできました、イエイ。はい、12本全部コンプできましたね。で、箱押しのやつが、箱押しのやつがほのかのフラワーのやつが1本ですね。箱押しはそれだけでした。はい、まあ縦ボスとクリアホルダーですね。あ、すいません、ちょっと見えづらいんですけどね。はい、まあ、今回の購入品はこちらですね。はい、あと伝えたいことがあるんですけど、今2月27日なんですね。はい、で2月27日はあのファンミ、ラブライブのファンミーティングのあの当選発表だったんですね。で自分は2時の受付、1時の受付では全落ちだったんです全部落選してしまって、うん、すごい悲しいんですよ本当に。はい、で2時では絶対に当選するぞと思ったんですね。で今日当選メール来たんですよ。そしたらなんとですよ、なんとファンミーティングまた全滅しました本当全滅しちゃったんですよマジで。本当にそのメールを見た時、本当すっごいもう叫びましたね。本当にやばって思って、自分運ないなって思って。でもこの運はフィフスライブで、あ、シックスだ、フィフスじゃなくてシックスライブで当選をしてくれるこの運が残ってるのかなというふうに思いますね。自分ほんとシックスライブ本当に絶対行きたいんで、受験生なんですけど、シックスライブ絶対行きたいんで、本当当てたいですね、やっぱり。はい。あ、でも、二次受付終わって、でも、ホームページの方で、チケットの先行は、受付が始まるんですね。まあ、それを、受付を、申し込みをして、そこでは絶対当てたいですね。やっぱファンミーティング行きたいですね。うん。やっぱ自分は、やっぱ声優さんの中でもみもりさんが一番好きなので絶対会いたいですね。はい、まあこんな感じです。全落ちしてしまったんですけどねあ、すいません、ちょっとカメラ揺れちゃいました。全落ちしたんですけど、気を取り直してちゃんと次は当てていきたいと思います。はい、はい、じゃあ今回の動画はここら辺にしたいと思います。はい、何か、質問やコメントやリクエストがあったら、説明欄に自分のツイッターの、アカウントを貼っとくので、そこからコメントや質問などをしてください。質問してくださった方には、リツイートというか返信したいと思うのでよろしくお願いします。はい、リクエストなどバンバン受け付けてく、バンバン、送ってきてください。はい、ではそれでは、今回は、アニメイトの購入品でした。はい、皆さんどうもありがとうございました。それではさよなら。